ねってねって結婚の発表そして結婚させてもらったので私たちより立派ですよね組み <laughs> 立て増やすんだそうですよ <laughs>、はい、よくできた娘さんですよ <laughs> 本当に <laughs> 撮影が令和になった年の10月だったんですけども、はい、あの私自身の結婚を発表させていただいたのが その年の8月だったのでちょうどこう自分と同じようなタイミングでこの映画の撮影をさせていただいたんですけども、はい、あの両親に相談もなく結婚しますって言って結婚自分はやっぱりそんなことは勇気がなかったというか、はい、ちゃんと。 ちゃんとって言い方あれですけどねってねって結婚の発表そして結婚させてもらったのでやっぱりあの勢いの良さみたいな真由美ちゃんの勢いっていうのはすごいなぁと思いながら撮影ししてましたねも,ものすごく堅実ですもんねちゃんと古風ですし立派私たちより立派ですよね。 積み立てを増やすんだそうですこれから。はい、のその話詳しく伺って不安に,不安になられたそうなので, <laughs> いいで積み立てを増やすとおっしゃってました。<ら>まよくできた娘さんですよ <laughs> 本当に。いや、はいありがとうございます。<laughs> <laughs> そういうお話はこう撮影中とかなさったりしたんですか。いやのちのあの取材なんかでいろいろとね、はい、二人で。 なんと、素晴らしい娘さんですかって。ちゃんと老後の資金のこと、もうの年で考えてるんだもんね、ちゃんとね。えー、はい、そうですね。ね、はい、そういうところ、あの、ためになる映画ですね。撮影中からそういう話題もしてましたし、ねはい。そうです。まあ、勉強になりました。はあ、撮影中は、このご家族というのは、どういう雰囲気で。何かこう、空気をかます努力とか、そういうことっていうのは、話し合われたりしたんですか。いや、特にしませんでしたよね。努力はしてないですね。はい、もう、まあ、本当に。 家族なんでそのここはこうしようああしようっていうよりももう食卓囲んでもうあの食事をするっていうだけでその空気感は自然と出てきちゃうんでだから本当にさっきの話じゃないですけどもあこういう家庭僕持ってたのかもしれないなっていうぐらいのなんかもうあのそういう空気に浸ってた撮影期間ですね。自然とご家族にだったでしょ もっと、ただ、私はそのお二人の方が先にクランクインをされていたのでお二人のご夫婦の雰囲気にこうポンとなんてうんですか、ね、乗せてもらうじゃないですけどお、うんぶに抱っこというか頼らせていただいたという気持ちです。うん